トッカルビは、韓国料理の肉料理の一種である。朝鮮風骨付きハンバーグとでも言うべきものである。全羅南道と甲州公域市の松なぎ里に、由来するが、朝鮮各地で食べられている。本来は牛、カルビ肉を叩いてニンニク、ネギ、生姜、梨などと共に味付けした後、あばら骨に乗せて焼いた料理とされるが、現在では、牛肉と豚肉を混ぜたり、 鶏肉を混ぜるようになり、逆に牛肉だけのトッカルビは、半牛トッカルビと呼ばれるようになった。これら調味したハンバーグに似たひき肉をあばら骨と共に、四角いトックの形にした後、炭火の両面グリルで焼いて食べる。トッカルビと通常フライパンで料理される、ハンバーグの相違点も様々指摘されているが、違いは型だけである場合もある。 甲州広益市松なぎさ里では1955年頃から提供され始め、松なぎさ里では1960年代に、全羅南道丹明郡では1970年頃から、トッカルビの名で提供されるようになった。それ以前は、丹にカルビあるいは、老人にも食べやすく調理されていたことから、高カルビ、ローカルビと呼ばれていたと言われる。 豚肉を混ぜたトッカルビが登場したのは、アジア通貨危機後の1990年代後半で、牛肉が値上がりしたため価格を抑えようと混ぜ始めたものだが、これが好評を呼び豚肉入り、トッカルビが一般化した。牛肉と豚肉を半分ずつ混ぜる理由は、牛肉だけ入れた場合にあまりにも味が硬いので、適当に油分を混ぜるために豚肉を入れる。一方、鶏肉を入れる場合は、 豚肉の匂いを嫌う客のために匂いがなく味が香ばしい鶏肉を混ぜていると説明している。一般的にトッカルビを食べる前に残ったカルビの骨でスープを茹でて飲んだりもする。甲州では松なぎさ里にある高山区役所周辺の路地がトッカルビ食堂で有名で全羅南道丹秋田郡でもトッカルビを郷土料理として売っている。ありがとうございます。